お待ちかねのデートアライブのいよいよコーナーでございますが、でサリーさんまずですね、はい、自己紹介していただきましょう。そうですね、こちらからね。はいはい、はい、Could you please introduce yourself to the camera? I'm Mike Percy from Dead or Alive. はい、拍手をどうぞ。 I'm Pete Burns. はい、ピートバーンさんでございます。 I'm Tim Lever. はい、ティムさんでございます。そして I'm Steve Coy. はい、ラウンスのスティーブさんでございます。はいはい、じゃあシャーリーにちょっとね、はい、何しろ多分日本が初めてだから、ちょっとじゃあね、ピートにね、日本の印象をちょっと聞いてみましょう。Could you tell us your impression about Japan? It's great, everybody's really been nice to us, kind, generous and very excitable. とても最高、皆さんすごくよくして優しくしてくれましたし、はい、すごい皆さんこうやって盛り上げてくれるし、とてもいいですって言ってます。あ、本当。今実はね、ピートさんがちょっとスタジオ見てましたらね、はい、ファンの女の子がなんかお人形つきてるのね、はい、それプレゼントしたいの。あ、本当。じゃあいいや、ちょっともう特別に、はい、いらっしゃい、ちょっと皆さんお出しね。はい、いらっしゃい。じゃあいいよ、特別。はい、じゃあ、はい、じゃあピートに、はい、どうぞ、開けてください、プレゼント。はい、よかったですね。よかったね。あとアクティブですね。はい、よかったね、よかったね。はい、はい、いいかいね、感動して震えておりまして、いっぱいいろんなものもらったと思うんですけど、聞いてみようか。そうだね、ちょっとそれに聞いてみましょう。 Have a lot of your fans been giving you presents like that? Oh yes, we've had lots and lots of presents, but these are our favorites, the dolls. たくさんいろんなものをくれてるんですけど、僕たちは一番好きなのはこういったお人形らしいんです。あ、本当、よかったね。はい、そういえばね、確か皆さんこう買い物にシャリ行ったと思う。ちょっとそれをじゃあピートにでも。 We've heard that you've been out and to go shopping. Could you tell us what you've been buying?Lots of souvenirs, clothes, but it's been really hard getting around because there's loads of people keep on coming up to us, you know, autographs. たくさんのね、はい、まあ、いわゆるお土産物とか、洋服などは買い物に行ってるんですけど、やはり皆さん人気者で、ちょっと買い物はしづらいとのことなんです。他にどっか行きたいこととかなんかあったら、それ聞いてみましょう。Is there any place else would you like to visit when you're here in Japan?We've seen quite a lot of what we wanted to see. We'd like to have been here longer, but unfortunately there's no time. We've seen most of what we wanted to see. だいたいね、はい、いろんなとこが 見たりしてるんですけど、あんまり時間がね、うん、ないから、うん、でもだいたい自分が見たいなと思ったものはほとんど見ましたとのことです。日本のディスコティックなんて行ったのかしら、ちょっと。Did you go to the disco clubs here in Japan? No, we didn't. We've been too busy to go to clubs.忙しいからね、まだそうやって行けなかったっていう。なるほどね、はい、ちょっとですね、1個だけね、音楽的な話っていうか、はいはい、確か皆さん個人たちのサウンドをハイエナジーサウンドって言ってるんだけど、それ簡単に言うとどういうことなのか。We've heard that you call your music high energy sound. Is that true? No, no. You answer that. I mean, we've never ever called our music high energy. Other people might have done, but we never have.実際僕たちはハイエナジーサウンドとは言ったことないんですけど、他の人たちは僕たちの音楽をハイエナジーサウンドと言っているみたい。なるほどね。はい、そうですね。そういった、あ、なるほど。じゃあ割と自分たちではそういうことを意識はしてないんだと。そうみたいですね。なるほどね。そうでございますか。はい、はい、そんなで今日は先ほど言いましたが、後ほどですね、はい、USB メモランドの他にも新曲2曲やっていただきますけど、皆さんね、はい、もうぜひ待っていただきたいと思います。はい、あ、そうこうしていきなり。お待たせいたしました。ダモンとびっくりしておりまして、ヤリ系のはみ出しトマトでございます。突然始めたいと思います。突然始めておりますがね。なぜここに突然やってきたかと言いますと、はい、先週の太っ腹プレゼントの条件でデッドアライブの皆さんに何でも質問をくださいと言いました。そういうわけでございます。たくさんのおはがきがありました。選んでみたんでダモンが質問します。え、僕が質問するんですか。ちょっとシャーリーに通訳お願いします。そういうことでございますね、はい、ちょっとではこれを置いてみたいと思いますが、はい、行ってみたいと思います。はい、ピート・バーンズさんに質問です、はい、どうしてそんなに綺麗なんですか。福田珠美ちゃん、福田珠美ちゃんから来ております。シンプルですね。This, you're one of your fans wants to know how come you're so beautiful. Ask my mother. I don't know. ママに聞いてって。ママに聞いて。わかりましたでしょうか。ママに聞いてという答えのです。すごいですね。次です。島津美智子から来ておりますね。横須賀ですね。Dead or Alive。死ぬか生きるかというような意味でしょ。なんでそんなグループ名にしたんですかって言われます。Okay. It's as we've said a thousand times on our trip to Japan, it's just a boring story. It's just that we were just in a real rush, literally two hours to get a name, and it was on the cover of a book Pete was reading about dead Hollywood stars.
もう日本に来て、まあ、何千回も質問したようにですね、すいません、とても長くてつまんない話なんだけど、はい、2時間ぐらいしかなくて急いで名前を決めなきゃいけないのか、いけなかったもんで、たまたま読んでた本がそういう本だったのでその名前を取ったっていう。なるほどね、はい、これも、はい、行きましょうか。はい、藤沢のですね、小平悦子ちゃんの質問ですが、そうです、はい、13歳の頃からメイクを始めて地元のリバプールでかなり目立つ存在だって噂になってたりですね、有名だったそうなんですが、どのぐらいどんな風に目立っていたかという、いい子だったんでしょうか悪い子だったんでしょうか。実際に13歳の頃からお化粧してたことは本当なんですけれども、別にそういうなんか理由も何もなくお化粧してただけの話。有名ではそんなになかった、はい、まあ、近所で騒がれてた程度だったかもしれませんですねありがとうございます。思わず盛り下がってしまいましたが、はい、それでは盛り上げるためにちょっと皆さんこの後ろの方を見ていただきたいと思います。ブーンと移動してきましたが、これ実はデッドアライブの似顔絵を募集したところ優秀な作品が来ましたんで貼ってみました。でシャリアのこの中で、ここに貼り切れなかったものがあるんですけども、ピートさんに一番優秀なものを1枚選んでいただきたいと思います。皆さん完全に釘付けになってます、はい、A 好きなんですよね。1枚選んでください。いきなり TBK ギャラリーこれも含めて、ね、はい、これも含めて選んでください。確かね、ピートさんね、絵がすごくご本人もね描くのお上手なんですよね。いきなり皆さんイラストに群がっておりましたですね。1枚1枚選んでください。はい、これ選んでもらいますけどね。入ってる、あなたの書いた絵が入ってる。三で一つですね。はい、そうです。一番いいと思うものが一つにならないといいですね。結構そうですね、敵が立ちのが好きだな。この間に私は彼たちの踊りを、しかしここはね、すごい意外と意表ついた動きでしたよ。いや、みんな絵好きなんでガーッと群がりました。はい、 Not very fair of us just to choose one because they're all very very goodSo if we choose one, there'll be a lot of people disappointed. I even like this, which is very artistic and abstract. We like them all, so I would not like to just choose one. I want to think everyone's great.非常にね、こんだけみんなすごい絵が上手だから一つを選ぶのはとても難しすぎる。みんなすごくいいし、みんな気に入る。 We do have to choose one. Well, that one. だけど、どうしてもって言うんだったらこれにします。はい、はい、もう一人あります。はい、この方ちょっとお名前はここに書いてないのでわからないんですが、はい、この方にはですね、ファントマから今ダモンがしていますこのダモンアイパッチを、ダモンが目の上にしてるんですけどもね、はい、デッドアライブのアイパッチ、そして、私がここに持っていますツアーパンフレットをお送りしたいと思います。サイン入りです。おめでとうございました。はい、はい、まあ非常に盛り上がってますよね、皆さん笑ったりもしているんですけどということで突然乱入してまいりました。はみ出しトマトちゃんのコーナーでございます。はい、トマトちゃんでした。はい、皆さん一応どうぞ。はい、しかし明日は意外な展開で、はい、やっぱり皆さん絵が好きだから、はい、ピートもすごく絵が上手だから、はい、みんなこうわーっと絵に興味持ってね、上手ですよね、はい、よくできました、結構ございました。はい、じゃあ後ほどいよいよねスタンバイしてやっていただきますが、はい、皆さんにスタンバイしてる間に、はい、チャートをちょっと見ていただきたいと思います。はい、1回目のチャートを見てまいりましょう。 Here's Funky Tomatoes Top 20 Chart。Hanoi Rocks, ranking number 5, Take On Me, AHA. Number 4, The Metal Song, Culture Club. Number 3, Dragon the Festival, TM Network. Ranking number 2, Last Dance, Honda Asaki. And the number 1 song at the moment, You Spin Me Round, Dead or Alive.